買おうと思って。ハスヤクヤマダです。お願いします。僕はこんなの選んでません。踊りのファンがたくさんいるところで、どう修正すればいいのか。いやいやいや、こんなですから。ツンデレっすね。何してるんですか。何してるんですか。映画カバ。舞台は1985年。世の中の矛盾が集まった街、大阪西成。ブラック差別、校内暴力、家庭問題、過酷な環境の中で、より良い明日を夢見て、苦しみを抱えながら生き方を模索する子供たちが、そこにはいました。これは、そんな彼らと向き合い、正面からぶつかった実在の教師、カバ・マスオさんの生き方を描いた感動の物語です。皆さんお世話になります。アナスターの翔太和馬でございます。監督、主演、ヒロインの贅沢なお三方にお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。まあ、舞台は1985年の大阪西成ということで、この時代を選ばれた理由って何だったんですか。カバ先生がその時代に西成にいたからです。カバ先生をどこで知られたんですか。企画が上がった時はカバ先生亡くなられてたんで、僕は会ったことないんですよ、ね、そんなこの二人ももちろん会ってないですし、僕京都出身で、カバ先生はもともと京都の高校の臨時教員したんです。そうやったんですね。で、本教員で西成に行ったんですよ。で、調べていくうちに西成の先生っていうのも上がってきて、でそこから僕は西成に行って、それを取材するようになったんですよ。西成で取材をするというても簡単なことではないですね。そうですね、最初難しかったですよね、やっぱり京都出身の僕はよそ者が西成で取材するっていうのはなかなか困難で、今となってはね、もうみんな応援してくれてますけど、まずはその地の人に認めてもらうことなんですね。私もテレビ大阪でアナウンサーをやっていまして、尼崎の越冬闘争に毎年取材に行ったりとか、まあ、ホームレスの皆さんと向き合ってきて、昼間からアスカオのネロちゃんにアスカオと投げられたりとかもうこの頃は分かってくれてるんですよ。ただどうしてもその危ないイメージが世の中にこう浸透しちゃってる一方で、確かな人情とか古き良き日本人の良さが残ってるなっていうふうに思って、いや僕もそれは思いましたね。だから最初はやっぱり僕も西成のイメージがあったから、やっぱりその飲み屋行くなんてもちょっと友達ついてきてくれとか言ったりとかね、でもこうすぐ溶け込めるというか、知ってしまったらまあ楽しい街ですけどね、それは平成令和の西成だと思うんですけど、時は1985年っていうと、まあ、世の中的には、まあ、バブルがあったりとか、まあ、関西人にとっては阪神タイガースが優勝した年で、その一方で監督なんていう表現されてましたか。西成は世の中の矛盾が集まった街ね。まあ、矛盾っていうのはいわゆる差別ですよね。その土地に生まれたからという理由だけでこう差別をされるというね、理不尽さ。もう一つ大きなテーマとしましては、先生と生徒っていう、このあたり、すみません、ちょっと遅くなりまして、主演のカバ先生を演じられまして、まず、この役が来たとき、どんな思いでしたか。まずちょっと危ないんですよね、その差別とかブラック問題とか、そういうのってこう、あまりこう触れたがらない人は触れたがらないというか、だから結構あの、出る出演を決めるにしても、ある程度、覚悟を決めて。やっぱ出ないと、あのいらないところで敵を増やす可能性もあるんじゃないかなと最初思いました。ただ脚本を読み進めていく中で、そういうことをどうこうしようという話でもないし、人と人が向き合ってという別のテーマがちゃんとあって、で、あのぜひやりたいと、読んで即答でやらせてくださいというふうには言いましたね。最初本を読んだ時に映ったカバ先生ってどんな人でしたか。カバ先生、スーパーティーチャー物語みたいなイメージを持たれる方が多いんですよ。チラシとかだけ見てると。でも全然そんななんか、とてつもない偉業を成し遂げたわけでもなく、難事件を解決したわけではないんですよ。ただ、どんな人がいてもしっかりとこう寄り添っていた先生っていうイメージ。もともとどういう人なんですか、山中さんの監督から。どうなんでしょうね。まあ、付き合って4年ぐらい、5年ぐらいな。はい、深く物事は考えてなさそうやそうですかと言われてますけど、いや僕はもう大阪の、まあ、西成じゃない高槻市っていう北の方の出身なんですけど、お笑いが
が好きやし、関西のノリが好きやし、で役作りはそんなにだから苦労はしてなかったですね、うん、でもあまりあの主人公ってあまり遊べないキャラクターになってることが映画って多いんで、あの周りの人はこうアドリブでふざけて面白く、もっと大阪人やったらこうやって面白く、言い回し変えたろうとかって考えたと思うんですけど、結構そういう意味ではこうカバ先生がしっかりちゃんと描かれてたんで、遊びどころは少なかったかもしれないです。役者さん同士の中でも先生的な存在で、そうですね、やっぱりこうカバ先生を中心にいろんな人たちがこう目立ってどん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 前に前に出ていく構成になっているんで、一応後ろでじっとこうそういう風にやってくれっていうのは言わはったんですね。そうですね、よく言ったのがサッカーやったらゴールキーパーのように守ってやるような、引く芝居っていうのを言ったかな、前に出る芝居で、主人公だから前に出るんじゃなくて、劇中意外と背中のシーンが多いですね、うん、聞いてるっていうか、なんか背中をなんかそう見せてるシーンが多い、うん、やっぱりそこはもうカバ先生がどんな顔して聞いてるんだろうっていうのを見てる人に想像してもらいたいと思ったのかというとしてあったと思うし、それで全然いいと思ったし、俺主役にから顔ですやとかそんなの全然思わなかったし川先生がお勤めになっている公立の中学校があって、うん、その卒業生ということで、はい、ゆきさん役も務められたということですけども、というように今近藤さん登場シーンがちょっと遅れたように、うん、NMB の時から近藤さんのことが好きな人からすると、うん、いつ出てくんねんっていう、すいませんじゃこれも完全に狙い通り映画初出演ですよね、はい、オーディションだったんですよ、はい、Facebook でこうカバのオーディションの画面が流れてきて、なかなかやっぱり事務所に入ってなかったんで、そのオーディションを受ける機会がネットでしかなくって、カバのオーディションが流れてきて、これは絶対受けたいと思って応募しました。それを監督実際ご覧になったんですか？その他大勢の人にも最初はそうですよ、うん、スタッフが宣伝にも上がるから一人ぐらいしようって言われてってなってんけど、まあまあまあ重要な役やし、まあ、いろんな見てみたいなっていうのもあったし、本音ベースで話してくださいませんか？もちろんもちろん、嘘はない。最初はそういう要素だったかもしれないですけど、うん、実際に演技をご覧になってるんです。山中君ももちろん参加してくれてるし、はい、スタッフ結構おったよな、10人ぐらいな。めっちゃいましたね。じゃあ僕は近藤さん選んでません。え、そんな言葉言っていいですか？どうですか、監督？出来上がったからいいんですよ。本当ですか？言われてどうですか？でも一番人気だったんですよ。お前好きっすよ、多分。でもそれはもう全部知ってます。誰が誰を選んでくれるの。そんなわかるんですか？プロデューサーから聞きました。だから、40人おったら、あ、もちろんまあ上位3位には入ってましたけどね、僕の中でも。一番じゃなかったと思う。これまあ YouTube でも流しますんで、近藤ディナファンがたくさん見ると思うんで、軌道修正するやったら今のいや本音ですから逆に気持ちいいですね。でもあれですよ、そのオーディションいろいろ資料が来るじゃないですか、はい、そこに近藤ディナが受けに来てマジかみたいにはなってたよ。いやでも俺アイドルとか全く興味ないから、まあまあまあ、ね、知らなかったんですよ。 AKB ぐらいギリギリ知ってて、ね、でもさ、個人の名前が知らないし、ナンバーもこんなんあんねやみたいな、はいってなって、この子の有名なやから、若い子はやっぱり知ってて、一期生でね、めっちゃ有名っすよみたいな、でマジかってなって、はい、それから注目して見るようになってきた。ギリギリ当日までほんまに来んのかみたいなこと言ってた。やかしちゃうかと。そうそうそう。まあ、ここは本音言うけど、はい、まあ、ちょっとほら差別の映画とかじゃないですか。はい、そうですよ。大丈夫なんかなっていうのもあった。何て言うかな、もう僕アイドルってあんま興味ないから負けるけど、アイドルごとき小娘がまあまあ、まあ、できるのか君こういう映画をっていう気持ちいいっすね。そうそれをねしとったらもうすぐ落とそう思ってんけど、結構ねやっぱりね芝居見たらしっかり、うん、次は役者として頑張るっていう決意みたいなのは、うん、根性座ってそうやなっていうのは、うん、あとやっぱりそう有名なアイドルでやったわけだから、そう爆発も踏んでるやろうし、うん、圧倒的な落ち着きはあった。あ、度胸が、ね、度胸があった、はい、というのはそれは感じた一番、うん。ただ、なぜ俺が上位に入れなかったか言いましょうか。うん、ぜひ。はい。かわいすぎるなよ。あ、これは褒め、ツンデレっすね。すげえね。石なりにおらんぞ、これは。はい。いるかもしれない。いや、それ、ほらほら。言うてた。石なりにこのかわいい子いるって話になって、ちょっとリアリティなくなるんちゃうかって話になって。それもあって。自分で脚本まで取材もしてるから、リアリティをちょっと追求してるんですよ。ちょっとなぁ、ね。君出身どこや言うて、うん、ね、聞いた滋賀県やん、ね、聞いたから、OK やな、滋賀県やったら、
滋賀県をバカにしてるわけちゃう、はい、この方俺もおじいちゃんもおばあちゃんも滋賀県だから私もおじいちゃんおばあちゃんも滋賀県で芝居はね、一番良かったな、あ、じゃあもう言うことないじゃないですか、いやだから美人すぎてここまでみんな見てくれたかな、ファンの方もうパラッと出てきられたらあかんけどみんな、あ、ちょっと監督分かってるやんって言ってお嬢かって、はい、打ち合わせっていうか、まあまあ面接なさいする時も、うん、駅までみんな迎えに行っとったもんな麻雀が好きなお母さんとかなってきました、なんで知ってるんですか、なんで知ってるんですか、ホリエモンさんとか出してはってやってきましたけどでも結構お母さん、なんかあまりその表現というかその、あ、よかったやんぐらいなんですよね、うん、多分内心めちゃくちゃ喜んでるんですけど、ユキ23歳っていう設定、うんうん、で私その当時22歳だったので、もうほとんど等身大だったので、なんか自分なりにそのぐらいの年齢の女の子がこうだなっていうので、そこの部分では演じやすかったですね、まあ、大きなテーマがゆきさんの場合は恋だと思うんですけど、はい、まあ、好きな人に自分のルーツを言えないっていう、うん、はい、アイドル時代恋をしちゃダメだったじゃないですか、そうですね、どうでした、あ、でもあのその電話かける前のシーンとか、そのちょっとウキウキ電話番号持ってるウキウキのシーンとかはまあ楽しかったですよね、なんか本当に恋してるみたいで、どうですか、なんでアイドルと恋したの、わ、ね、ファンの人が悲しんじゃうんですよねなるほどな、はい、飲み屋の人が彼氏って言ったのも一緒やな、分かってても期待したいです、ね、そうそうそう、ね、信じたいです、ね、その時に撮るって言うねミッキーはミッキーと思っとくじゃないですか、ね、ちょっと結びにはなるんですけど、川先生だって熱血っていう言葉の言い換えがもしかしたら不器用かもしれない、今の若者たちって賢いんだけど冷静で冷たいみたいなところもあるかもしれないんですけど、今の若者がこのまあ、喧嘩であったりとか、情熱を見たらどうなるんですかね、俺いろんな講演会行ったりするんだけど、若い先生とか結構話すけど、結構熱いで、みんな熱血教師みたいなのも結構いるよ、思って出てこないんだけど、今はうちに秘めた投資じゃん、見た後にこうお話しすると、今のその教育の制度の不満とかが噴出 してきたりとか、だからそういう人たちはやっぱ熱さが残ってて、この映画見てよかったっていう人は今の自分たちの状況に不満がすごくやっぱある人も多かったですね、そして俺の信念は間違ってなかったんだって思わせてくれる作品もあるし、まあ、そうだからなんか変えていかなきゃ、もっとこの幅広げなきゃって言ってくれる人も結構たくさんいらっしゃったし、本音しか喋れないけど、この映画見て首かしげたり何も思わへんっつって、お前大丈夫かと思うときは趣味はあると思うよ、いろいろ、あの、まあ、アクション映画、はい、でもそのホラー映画好きな人は、はい、まあ、こういう映画も好きじゃないかもしれないけど、趣味はあったとしても、この映画を見て意味わからんとか言うやつがおったら、ちょっとゆっくり話してみたいもんね、はいっすね大丈夫かよ、なんかもうやりが返ってこんじゃうかも、もしこの映画を4月24日以降にファンになった方の中でおもろないと思った方コメントください、監督がじきじきが言いますんで、飲みに連れて行こう、いいっすね、西成ホルモンかな、そうわかるぞお前、面白くないはいいんですよ、あの、見てもおもろなかった、それはいいんですよ、意味何も感じないとか意味わからんって言われたらちょっと心配だ、最後にどんな方に見てもらいたいですか、これから先生になろうって目指しようとしてる若い子はね、まあ学生であったりとか、やっぱりこう子供たちと付き合うね、まあ、仕事もそうやけど、やっぱりこう熱意を持ってやっぱやらなあかんと思うから、映画作りも俳優も一緒だと思うけど、情熱がないと無理じゃないですか、やっていけないじゃないですか、だからうまくやったり成功したりは運にもあるよるやろうけど、やっぱり最後まで情熱を持って、でもし情熱がなくなったらやめればいいと思うし、また違う仕事につければ情熱がワクワク、この映画を見ていかに熱意を持って情熱を持って仕事をするかっていうのが大事かっていうのを見てもらいたい、私のここ見てっていうのは恋してる姿を見てください、あ、いいですね、いいですね、これな、お前近藤美ちゃんの方、やっぱ見れないんでね、普段私が恋してる姿、お時間が、もし今後監督の作品の中で、アナウンサー役とかリポーター役とかが必要なことがあれば、ここだけカバでもあったのに、まず今回の作品が大成功して次回作が出ることを私も願っておりますということで、映画カバー皆さんぜひ劇場でご覧ください、お三方ありがとうございました、ありがとうございました、よろしくお願いします。